アイアンスカイはティモブ・オレンソラ監督による2012年公開のフィンランド・ドイツ・オーストラリア合作の SF 映画。2013年には DVD ・ブルーレイの通常版と約17分間のシーン追加されたディレクターズ・カット版も発売された。2018年にアメリカ合衆国大統領選挙キャンペーンの一環として46年ぶりに月面の裏側に着陸した。 アフリカ系アメリカ人のモデルジェームズ・ワシントンが発見したものはナチスの基地であった。ナチスは1945年のドイツ崩壊の際に秘密裏に開発した宇宙ロケットで月へと脱出し地球侵攻の準備をしていたのである。ナチス基地に拉致したジェームズを尋問しようとしたナチス幹部は彼がアフリカ系であることに驚く。 月面新英隊巡賞クラウス・アドラーの婚約者でも、あるレナーテはナチスの愛の信奉者で地球学者であった。彼女は拷問を受けるジェームズへ生き延びるためにナチス信奉者を演じるようアドバイスする。レナーテの父でナチスの科学主任を務めるリヒター博士は、ジェームズの持っていたスマートフォンを使えば開発中の最終兵器。 神々の黄昏号を完成できることに気がつく。だが、その試運転中で、スマートフォンは、バッテリー切れを起こし起動は失敗。さらなるスマートフォンを求めて、クラウスは地球へ向かう任務に志願、リヒター博士の開発した、白人化薬で白人化したジェームズを連れて、UFO 型宇宙船で地球へ向かう。ジェームズは大統領に合わせろというクラウスの要請に応じて、 大統領の関係者である選挙キャンペーン責任者、ビビアン・ワグナー・オラチ。直後用済みとして社外に放り出されてしまう。クラウスに誘拐されたビビアンは、クラウスとレナーテが大統領キャンペーンの役に立つことに気づき、大統領に紹介。パブリシストへ任命する。数ヶ月後、レナーテは、ホームレスとして暮らすジェームズと再会。喜ぶレナーテに対し月光するジェームズ。 相変わらず、ナチスの思想に傾倒している彼女は、理解を求めるべくジェームズを、チャップリンの独裁者に誘う。だが彼女が月面で見ていた、映画、独裁者は、ナチスにとって、都合の良い場面だけを10分ほど抜粋したものであり、本当のナチスは、彼女が信じていたような、愛の思想の体現者ではなかったのだ。エナーテは、真実を知り動揺する。一方、 ビビアンと共に月面を攻撃して、月面相当の地位のダッシュを計画するクラウスであったが、月面相当のコーツフライシュは、すでに地球攻略作戦を開始しており、秘密裏に地球へ上陸していた。コーツフライシュにより処刑を宣告されたクラウスは、ビビアンによりま一発のところで救われたものの、月面相当の地位が手に入った異常用済みであるとして、彼女を捨てて月面へ帰還する。 その頃、コーツフライシュの指示により、UFO 型宇宙船を搭載した飛行船系宇宙母艦が月面基地からマンハッタン上空に襲来していた。首脳会議の場で、アメリカ合衆国大統領は、宇宙条約に違反して、宇宙戦艦アセス・ジョージ・ W ブッシュを開発していたことを明らかにし、ナチス迎撃を宣言する。実は、 首脳会議の参加国の宇宙フィンランド以外すべての国が武装した宇宙戦艦を保有していることが分かり、即席の大なチス連合艦隊が結成される。アメリカ戦艦の司令官はクラウスに捨てられた恨みを晴らそうとするビビアンであった。エナーテとジェームズは神々の黄昏の発信を阻止すべく、クラウスを追いかけて月面に到着していた。神々の黄昏は一度は発信したものの、 連合艦隊の攻撃、レナーテとジェームズの奮闘で月面に墜落。ナチスの地球侵攻計画は水砲に返した。平和が回復し一件落着と思われたのもつかの間、アメリカが月面、ナチスの貯蔵したヘリウム3を我がものであると主張し、首脳会議の場で大乱闘が勃発する。混乱は宇宙艦隊まで飛び火し、艦隊の内戦が勃発。 挙句地球上でも各国の核攻撃が開始され地球上のすべてに死の灰が広がる。皮肉にも月のナチスやレナーテ、脱白人火薬により肌の色が元に戻ったジェームズは生き残ることとなった。反壊した月面基地の中でジェームズによって拘束され大音量のロックを耳元のスピーカーから流されているリヒター博士の悲鳴で幕を閉じる。 カッコ内は日本語吹き替え2006年に企画が始まり、2008年に制作資金を集めるため、第61回カンヌ国際映画祭で予告映像を公開し、オリバー・ダミアンの27フィルムプロダクションと共同制作契約を結んだ。制作には映画制作オンラインコミュニティのレッキムービーを利用し、脚本やキャラクター名を公募したほか、制作費の提供を呼びかけ、 約100万ユーロのカンパを集め、クラウドファンディングの成功例として取り上げられた。2009年2月11日、ユリア・ディーチェの出演とライバッハが楽曲を担当することが発表された。ナチスを題材にした作品のため、アドルフ・ヒトラーが好んだリヒャルトワーグナーのニーベルングの指輪などが使用され、月面、ナチスの国家にはラインの守りが採用された。2010年の 第63回カンヌ国際映画祭の期間中に、オーストラリアのニューホラントプロダクションと共同制作契約を結んだ。2010年11月に、フランクフルトアムマインで、ニューヨークのシーンのロケーション撮影が始まり、ノイエマインツーファードールや、市内のオフィスビルで撮影が行われた後、ビーズバーデン、デュッセルスハイムアムマイン、ビルシュタインでも撮影された。 2011年1月から2月6日にかけて、オーストラリアでブルーバックを用いたスタジオ撮影が行われ、その後10週間かけて編集作業が行われた。2012年2月11日、第62回ベルリン国際映画祭でプレミア上映され、4月4日にフィンランドで、4月5日からはドイツで公開が始まった。 日本では9月28日より、東方シネマズ、六本木ヒルズタで劇場公開された。一方、イギリスでは、配給会社の判断で上映が1日だけに限定され、激怒した制作サイドがファンに抗議の声を上げるように呼びかける事態となり、騒動を受けた配給会社は、公開期間の延長を決定した。ロッテントマトズには36件のレビューが寄せられ、 支持率36%となっており、メタクレティックでは102件のレビューに基づき6.6、10のスコアを与えている。フィルムドットコムのウィリアム・グロスは、D 評価を与え、ユーモアを失った、オースティン・パワーズの続編のようだと批評している。シアトル・タイムズのジェフ・シャノンは4つ、性満点中2つ星を与え、素晴らしいアイディア、ひどい実行力と批評した。 バラエティ氏のレスリー・フェルペリンは、適度なヒットを遂げるほどの良さはなく、カルト的人気を得るほどのひどさでもない、まあまあの出来ですと批評している。2012年に、オーストラリア映画芸術アカデミー賞の特殊、高華賞を受賞している。2011年10月5日、ミッコラウタラリによる映画の前日単を描いた、コミック、アイアンスカイ、バッドムーンライジングが出版されたほか、 ジェリー・キッセルによるコミック版も出版されている。2012年9月19日には日本語字幕を担当した高橋義樹による小説版が竹書房文庫から発売された。小説版ではコーツ・フライシュやアドラーの過去など映画には存在しないシーンがいくつか追加されているほか登場人物の性格や設定も一部変更されている。また映画では アメリカ大統領の名が登場しないが、小説ではサラーペイリンとされている。2012年に戦略ボードゲームが発売されている。プレイヤーはナチスと地球連合に分かれて地球の3つの大陸を奪い合う。同年8月19日にはリアリティポンプスタジオから戦略 RPG ゲームアイアンスカイインベーションが発売された。2012年5月20日、 テロ・カウコマーは本作の続編と前日単の構想があることを発表したが詳細については語られなかった。2013年5月に続編アイアン・スカイ第三帝国の逆襲の制作が発表された。2015年に撮影が行われ本作と同様にファンから100万ドル以上の寒波が寄せられた。また2018年には中国を舞台とした。 アイアンスカイ、ジアークが公開される。ありがとうございます。